水川あさみ、笑うマトリョうしか、謎を解く鍵は、聖家桜井翔の親子関係、政治サスペンスに隠された本来のテーマ、母と子の物語。水川あさみ、40主演の連続ドラマ、笑うマトリョうしか、t b s 系金曜夜10時の第4話が、7月10日に放送される。12日に放送された第3話で早くもタイトルの伏線が回収され、 視聴者の考察が盛り上がってきた。同ドラマは、早見和正氏の同名小説が原作。厚生労働大臣、政家一郎、桜井翔42と秘書、鈴木敏也、玉山哲二4の、奇妙な関係に気づいた新聞記者、道上かなえ水川、が黒い闇に迫っていく、人間の欲望と謎が絡み合うヒューマン政治サスペンス。謎の女、 高岡崎51の登場で新たな展開を見せ始めた。第3話は、聖家を裏で操っているのは、自助伝悲願に奏で登場する。大学時代の恋人三重子、田辺桃子24だと考えた道上は、聖家に話を聞こうと試みるも、逆に今後一切の取材を拒否される。そこで道上は聖家の同窓生を取材し、 三重子の本名が三好三和子であることや、出身大学や将来の夢など、彼女を探すためのヒントを得る。一方、鈴木は大学4年生の頃、三和子に聖家と別れるように告げたが、彼女が聖家をモデルにして、最後に笑うマトリョシカか、というタイトルのシナリオを書いたと明かし、別れることを断ったことを思い出していた。そのことを鈴木に聞いた道上は、 そのシナリオ原稿を手に入れ、三好美和子も偽名であることに気づき、という展開。前回、黒幕と思われた鈴木が車で引き殺されかけ、新たな黒幕探しが始まった。X、旧ツイッター上では、高岡崎の若い頃を田辺桃子が演じてる顔写真を見ても似てるとは思わないのに、ドラマの中で続けてみたら。 同一人物にしか見えなってきた、など、三重子三和子が謎の女で、生家を操る黒幕ではないかという声が出てきている。この考察は正しいのだろうか怪しい人物の印象が、マトリョうしのように変わっていく展開は見事で、今後どうなるかはちょっと読めません。原作があるドラマですが、プロデューサーが公式サイトで、傑作小説をベースに、 早見先生と打ち合わせもさせていただきながら作り上げたと言っているように、結構アレンジしてくる可能性は高く、今後も考察が盛り上がりそうです。ドラマライター、山川。気になる結末は原作と違う展開を見せるだろうかドラマ版の鍵は、歌い文句のヒューマン政治サスペンスです。政治サスペンスはわかりますが、ヒューマン要素は今のところ少ない。 気になるのが物語とあまり関係のない、道上と小学2年生の息子のエピソードの描写に時間を割いていること。ヒューマンの部分は母とこの物語であることの布石かもしれません。さらにあまり描写されていませんが、聖家は政治家だった個人和田島義高加藤正也、61の愛人の息子です。そんなわけありな母子の関係が、 現在の聖家を形作った可能性は高い。まだ第3話でヒントは少ないですが、すべての謎を解く鍵は、聖家と母親との関係にありそうです。全道。高岡崎演じる謎の女の正体はさらに、聖家と鈴木の高校時代の同級生で、現在は聖家の講演会会長である、佐々木光一、渡辺大39、と謎の女との関係など、 わかっていないことまだまだ多い。次回は美和子が書いたシナリオの内容が明かされ、そこに道上が予想だにしなかった人物が登場するという。今後の展開に注目だ。アイドルだけに爽やか笑顔はお手のもの